こんにちは、埼玉の千切屋です。お店を始めてまだ間もない私たちですが、人と人とのつながりが本当に素晴らしいものだと感じながら毎日お店に立っております。11月5日も皆さんにお会いできることを楽しみにしています。待ってまーす。待ってまーす。待ってまーす。